厚生労働省の新型インフルエンザ対策推進本部の医療班の班長をしております三浦です。世界的な流行は日本においても例外ではなく、相当程度感染が拡大していることを前提として対策を取ることが重要な局面に入ってまいりました。したがって今までの感染拡大の防止から感染者の重症化の防止へと一歩進んだ対応が必要となっています。同時に通常の医療を提供できる体制を維持することが求められています。新型インフルエンザの感染が広がっているとはいうものの、患者発生の程度には地域差があり、現在でも患者がほとんど発生していない地域もあります。したがって全国が一様な体制を取るというより、地域や医療機関の実情に応じた対策を実施することが現実的です。言い換えますと、隣接した地域が異なる体制で対応している場合も予想されますので、特に各自治体では周辺の自治体のとの情報共有や連携に努めていただくことが重要です。これから治療は基本的に外来で行うことになりますので、自宅で療養することが原則です。少し自宅で様子を見て症状が落ち着いてくるようであれば、そのまま自宅で様子を見るのも一つの方法です。しかしその場合でも同居する家族にうつさないように、例えば咳エチケットを守ること、手をこまめに洗うこと、できるだけ個室で療養することなど注意することがあります。ただし、もともと健康な方でも症状がなかなか収まらなかったり、呼吸が早い、嘔吐や下痢が続いているなど症状がひどくなるようであれば、医療機関を受診するようにしてください。自宅療養する人を看護する場合には、看護するときにはマスクをつける、看護の後には手をよく洗うといった注意をすることが必要です。自宅療養する期間は熱が下がってから2日目まで、または発熱などの症状が始まった日から7日目までが目安になります。今後は発熱患者は発熱外来を受診するというルールはなくなります。一般的にはどこの医療機関でも診療してくれることになります。発熱患者の診療を行っている医療機関がどこにあるかわからない方は、保健所などに設置されている発熱相談センターに電話で問い合わせて、どこの医療機関にいつ行けばよいか教えてもらうようにしてください。発熱患者の診療を行っている医療機関を知っている場合でも、それぞれの医療機関では発熱がある人とない人で受付時間が異なるなど、感染の拡大に注意をしているので、その医療機関に電話をして受付時間などを聞いてください。かかりつけのお医者さんがいる場合も、その医療機関に電話をして受付時間などを聞いてください。なお、妊娠している方が発熱した場合は、他の妊婦さんへ感染を広げることがないよう、かかりつけの産科の医師に電話して受診すべき医療機関を教えてもらってください。息が苦しい、意識が朦朧としているというような重い症状があれば、入院した方が良い場合もありますので、なるべく早く医療機関を受診してください。その際に救急車を使う場合には、119番に電話する際に現在の症状をあらかじめ伝えてください。喘息や糖尿病など重症化しやすい病気にかかっている方や、妊娠している方、幼児や高齢者の方々は、新型インフルエンザへの感染には特に注意する必要があります。これらの方々が感染した場合には、早期から治療薬を使用するとともに、実際に重症化の恐れがあれば入院して治療を行う場合があります。自宅療養する人と同居する場合には、患者さんとできるだけ別の部屋で過ごすようにするとともに、看護するときにはマスクをつける、看護の後には手をよく洗うといった注意をしてください。患者さんと同居しているからといって、必ずしも発症を予防する薬を使う必要はありません。特に重症化しやすい病気、例えば喘息や糖尿病などにかかっていない方は、予防薬を使用する必要はないと考えていいと思います。ただし、できるだけ外出は控えていただきたいと思います。
喘息や糖尿病など重症化しやすい病気を持っている場合は、医師の判断で発症を予防する薬が処方される場合があります。潜伏期間は約1週間なので、1週間程度が過ぎても発症しなければ大丈夫だと考えていいと思います。今後は発熱外来でのみ発熱患者を診療するという体制ではなくなり、すべての医療機関で発熱患者の診療を行っていただくことが原則となります。また新型インフルエンザであるかどうかにかかわらず、どの医療機関でも発熱患者が受診する状況は予想されます。さらにその中に新型インフルエンザの患者さんが含まれている可能性もあります。このため基本的にはすべての医療機関で新型インフルエンザの患者を受け入れる体制を整えていただきたいと考えております。具体的には発熱患者の受診時間をその他の患者の受診時間と分けたり、待合室でその両者がなるべく交わらないように間についたてを置いたりと、できる限りの工夫をしていただきたいと考えています。発熱外来といいますと、テントやプレハブの中での診療をイメージしがちでありますけれども、重要なことは感染が医療機関内で拡大しないような対策であります。それを発熱外来機能としてすべての医療機関で取り組んでいただくようにお願いいたします。実際に重症化の恐れがあれば入院して治療を行う場合があります。自宅療養する人と同居する場合には、患者さんとできるだけ別の部屋で過ごすようにするとともに、看護するときにはマスクをつける、看護の後には手をよく洗うといった注意をしてください。患者さんと同居しているからといって必ずしも発症を予防する薬を使う必要はありません。特に重症化しやすい病気、例えば喘息や糖尿病などにかかっていない方は予防薬を使用する必要はないと考えていいと思います。ただしできるだけ外出は控えていただきたいと思います。喘息や糖尿病など重症化しやすい病気を持っている場合は、医師の判断で発症を予防する薬が処方される場合があります。潜伏期間は約1週間なので、1週間程度が過ぎても発症しなければ大丈夫。発熱した地域が異なる体制で対応している場合も予想されますので、特に各自治体では周辺の自治体のとの情報共有や連携に努めていただくことが重要です。これから治療は基本的に外来で行うことになりますので、自宅で療養することが原則です。少し自宅で様子を見て症状が落ち着いてくるようであれば、そのまま自宅で様子を見るのも一つの方法です。しかしその場合でも同居する家族にうつさないように、例えば咳エチケットを守ること、手をこまめに洗うこと、できるだけ個室で療養することなど注意することがあります。ただしもともと健康な方でも症状がなかなか収まらなかったり、呼吸が早い、嘔吐や下痢が続いているなど症状がひどくなるようであれば、医療機関を受診するようにしてください。自宅療養さんがいる場合も、その医療機関に電話をして受付時間などを聞いてください。なお妊娠している方が発熱した場合は、他の妊婦さんへ感染を広げることがないようかかりつけの産科の医師に電話して受診すべき医療機関を教えてもらってください。息が苦しい、意識が朦朧としているというような重い症状があれば入院した方が良い場合もありますので、なるべく早く医療機関を受診してください。その際に救急車を使う場合には119番に電話する際に現在の症状をあらかじめ伝えてください。喘息や糖尿病など重症化しやすい病気にかかっている方や妊娠している方、幼児や高齢者の方々は新型インフルエンザへの感染には特に注意する必要があります。これらの方々が感染した場合には、早期から治療薬を使用するとする人を看護する場合には、看護するときにはマスクをつける、
看護の後には手をよく洗うといった注意をすることが必要です。自宅療養する期間は熱が下がってから2日目まで、または発熱などの症状が始まった日から7日目までが目安になります。今後は発熱患者は発熱外来を受診するというルールはなくなります。一般的にはどこの医療機関でも診療してくれることになります。発熱患者の診療を行っている医療機関がどこにあるかわからない方は、保健所などに設置されている発熱相談センターに電話で問い合わせて、どこの医療機関にいつ行けばよいか教えてもらうようにしてください。発熱患者の診療を行っている医療機関を知っている場合でも、それぞれの医療機関では発熱がある人とない人で受付時間が異なるなど、感染の拡大に注意をしているので、その医療機関に電話をして受付時間などを聞いてください。かかりつけのお医者さん、厚生労働省の新型インフルエンザ対策推進本部の医療班の班長をしております三浦です。世界的な流行は日本においても例外ではなく、相当程度感染が拡大していることを前提として対策を取ることが重要な局面に入ってまいりました。したがって今までの感染拡大の防止から感染者の重症化の防止へと一歩進んだ対応が必要となっています。同時に通常の医療を提供できる体制を維持することが求められています。新型インフルエンザの感染が広がっているとはいうものの、患者発生の程度には地域差があり、現在でも患者がほとんど発生していない地域もあります。したがって全国が一様な体制を取るというより、地域や医療機関の実情に応じた対策を実施することが現実的です。言い換えますと、臨